モナイコールアスカ、夫はドイツミュンヘン出身のピアニスト。コンクール受賞歴や各国の音楽祭への出演が多数ある。姉のアリスイコールサラ、夫もピアニスト。父親がドイツ人で母親が日本人のハーフ。2歳の時にピアノを始め、4歳で初舞台を踏む。グロートリアン・シュタインベーク国際コンクール第1位。 エップタ、欧州ピアノ教育者連盟国際コンクール第1位並びに、特別賞等の受賞歴がある。2004年に、リンダウの国際青年ピアノ音楽祭へ招かれてから、ミュンヘンのガスタイクやプリンツレーゲンテン劇場、ウィーンのコンチェルトハウス、アムステルダムのコンセルトヘボー、ブラウンシュバイクククラシックフェスティバル、ルール国際ピアノ音楽祭、キッシンゲンナツの音楽祭、 ラ・ロックダン国際ピアノ音楽祭、メクレンブルク・イコール・フォア・ポン・メルーン音楽祭等のフェスティバルに出演して高い評価を得る。2009年には、バイロイト音楽祭でリサイタルを行った。同年、2010年と、南西ドイツフィルハーモニー交響楽団の欧州、日本、2011年、ザルツブルク・モーツァルテウム管弦楽団の日本ツアーのソリストに抜擢される。2012年、 オーケストラ・アンサンブル・金沢の全国公演へ参加する。ヨーロッパの県医師、ホノ・フォルムにて称賛された。2011年、グシュタード音楽祭での優れた演奏に対し、フィリップ・チャイナット賞を授与された。2000年から2008年まで、カール・ハインツケ・マリン君に支持し、2012年時点では、ビュルツブルグ国立音楽大学のベルント・グレムザーに支持している。ありがとうございます。